はい、ありがとう整体の平野です。先ほど来た女性がですね、まあ、毎回すごく楽になるんだけど、今回はですね、施術の翌日ぐらいから3日間ぐらいね、背中がドーンとね、重たくなってしまったということを言われました。ただ、当院のね、そのお客様の声の中にね、そういうケースがね、あって、それから楽になったという話をね、こう読んだことがあったので、あ、まあそういうことかなと思って、まあ4日後ぐらいから本当に体が楽になったと。いう報告を受けました。まあ、そこにプラスですね、今度は、うちに来るまた2日ぐらい前に、まあ、調子を超えてっていうかね、こう調子がいいんで、すごく体をこう使ってしまって、酷使をして、そういうこの意識の、体操だとか、まあ、肋骨体操をね、するのを忘れていた。で、そしたら、また次の日ぐらいにね、背中が痛くなったというね、報告を受けました。まあ、背中、腰が痛くなるね、まあ、大きな原因として、腎臓にね、溜まった汚れ。それがですね、まあ、腎臓が潰されているので、当院の治療でこう胸がぐってこう開いて、腎臓が上がって、その腎臓が開くとですね、汚れが落ちてきて、その尿管が細いので、そこが詰まってなかなか出るときにですね、結構背中にね、こう痛みが出たりだとか、まあ、重さが出たりする。それがすっきり流れれば、またね、楽になるんですが、まあ、そういう経験をされたと思います。そして、今度は、ね、無理をしてまた、一生懸命やれちゃって、うんで、それを頑張ることによってまた腎臓がこう潰されていく、まあそのでそれをまた感じる、まあそういう感じの中で、当然ですね、まあ当院の施術を受けてね、まあ絶好調っていうわけにはいかない。それは、施術を受けて何もしなくて、ね、ずっと何もしなくて生活をしてればいいのかもしれないけども、皆さん当然生活、仕事もしなければいけないし、まあ一番はね、やはりパソコン、スマホ、これをすごくこうやっている、この姿勢においてどこかが凝ったりですね、痛くなった方が私は自然だと思うんですね。そうすることによって、体をね、こう意識して、まあ、ほぐそうだとかね、あと、こういうふうに、整体にね、行こうだとか、まあそういう意識が生まれる。もうガチガチで分からなくなった時点が一番怖いというふうに思いました。まあ今回は、まあ肯定反応というかね、施術を受けた後に、まあ3日間ね、逆にちょっと調子が悪かったという、お話でした。ただその後はね、すごく快調だったという話。ただその快調になって、それが、忘れちゃって、そのままやりっぱなしでいたら、また痛くなった。まあ、そんな感じで、という話でした。